郡山だよ、まだ。郡山のね、ラブホ。超広い。超広いよ、見る。こんな感じ。のんちゃんが今コーヒー作ってくれてる。のんちゃん来たよ。のんちゃん来たよ。で、だんだん畑みたいになってて、で、後ろがベッド。これがベッド。ここが。すごい広いね、やっぱね、のんちゃん。うん。おいでない。沸かすんじゃないの？ポットかなんかあるんじゃないの？あ、違う、ボタンを押しながら、あれすんだよ。お湯は。お湯はボタンあるでしょ？赤いボタン。それを押しながら、それじゃなくて、あれ？ひねったら出てこない？お湯出てくるはずだよ、それ。おー、ワイルドクソ、あ、ワイルドクソジジイさ、俺もう一回受けたいんだよ、施術を。無理かな？そう。もう一回ね、ジジイのところ行きたいんだよね。ウォーターサーバー、出ない？なんか、のんちゃん苦戦してるね。うん。出ない？水。押すんじゃないの？お湯ボタンとかあるんじゃないの？どうすればいいんだろう？ワイルドクソジジイ。どうやって連絡取ろう？ LINE やってます？クソジジイ。迎えに行きまする。あ、了解です。おい、ワダツー見える。水は出るけど、お湯出ないの？うん。なんだろうね。166名さんいらっしゃい。え？お湯出ないの？ほんとだ。捨てて。あ、もっとガツってやらないといけない。ヒカルに LINE 聞いてもらえれば。ワイルドクソジジイ、俺のマイページわかります？プロフィールページ。そこに LINE の URL 書いてあるよ。俺のふわっちのプロフィールページに、LINE の URL 載っけてあるんで、それスマホでポチッと LINE っていうのを押すと、LINE が申請できまする。ヒカルくん今配信中かな？あ、でも、今日多分止まるんで、明日以降になっちゃいますけど、大丈夫ですか？うん。のんちゃんコーヒーありがとう。あ、ぜひぜひ。わからなかったらまたタイミングで。気持ちいいの？え？どこいんの？いた。いたいた。のんちゃん寝るの大好きだからね。うん。のんちゃんいるよ。のんちゃんと合流した。明日以降で、了解でーす。了解です。おー、たくみさんワド2、のんちゃんと合流したよ。のんちゃんとステーキ食った。うん。のんちゃん今ね、スマホが止まってるからね、放送見れてない。飯食ったよ、食わせたよ。うん。一泊8000円？ここは一番いい部屋で5000円から8000円？一泊。ただ、今の時間入っちゃったから休憩料金も入るから、多分1万5000円ぐらいじゃない？
ステーキ食った。トシヤマダツー。一泊8000円でこの広さやばいよね。うん。やっぱ値段が違うよね。安い。何もかもが安いよ。あ、のんちゃんリアドツなんで、リアドツカウント入れまーす。よいしょ。25人でーす。のんちゃん来てくれたかな ?25 人でーす。今日何日 ?21 だから、10日から始まったから12日目か。旅も。合ってるよね。10日からだから12日目だよね。あれ、日本一周の旅12日目、リアトツ25人です。安いし広いよね。めちゃめちゃ安いしめちゃめちゃ広いよ。あ、ジジイから連絡来た。こんにちは、どうもどうも。のんちゃん仲直りしたよ。俺がね、珍しくね、ぶち切れた。長文、いつものんちゃんが長文送ってくんの。浮気だ浮気だって送ってきて、俺が、浮気じゃないよ、愛してるよ。浮気じゃないよ、愛してるよ。ってずっと、何時間も繰り返すっていう感じなんだけど、昨日はね、のんちゃんがね、リストカットしたからね、ぶち切れて、うわーって俺が攻撃しちゃう。もう許さないっつって。ごめんなさい言うまで許さないって言ったらごめんなさいって、うん、今日楽しいよ彼女来てるから、うん、のんちゃん任せするとかもうわがままばっかり言ってるからもう来いっつって、うん、こんにちは。ここ、あれだよ、4、5人で暮らせるよ、ほんとに。それくらい広いよ。4、5人で暮らせる。バーガープレゼントありがとう。こんにちは。こんにちは。はい、こんにちは、ラクダさん。どうも。いやー。いやー。パチンコ勝ちまくったな。のんちゃんカメラの前においでよ。のんちゃん疲れてるんだって。寝てる。水飲んでるよ。風船プレゼントありがとう。ありがとう、アイテム。のんちゃんに食べさせてあげて。のんちゃん、俺そう、外食するときは俺全部おごりだよ。うん。ローキックはいらないです。クソジジイのローキックめちゃめちゃ強いかんね。クソジジイ格闘技、我流で覚えてて、クソジジイ、あれ、俺スパーリングでインロー蹴ったよ。超使える。俺もヒカルくんも左のインローね、我流でちょっと使ってみたんだけど、やっぱお互い嫌だってなった。アイテムありがとう。かなり勝ちました。多分、出玉で言ったら出玉で言ったら多分35万ぐらい出てて、で、投資金額とか、あと、なんだろう、俺にヒカルくんに5万ぐらい渡したから、あと飯とかも相当うまいの食ったから、多分ね、でもそれでも相当残ってるね。すごいよ、3日連続、出玉で言ったら10万超えだからね。3日連続だよ。パチプロでやってけんじゃないかと思った俺、あの店で。店員さんに声かけられたもん。二日ですごい出ましたねって言われて。いや、二日じゃない、三日だよ、つって。三日間連チャンだよ、つって。すごい出してる、郡山。田舎の方が出してんのかな?すごいよ、出玉。マジで半端じゃない。スロットの負けが10万ぐらいだから余裕で取り返したっしょ。余裕余裕。余裕で取り返した。ハートプレゼントありがとう。ツイッター、もしよかったら見てみて。ツイッターに写真載ってるから。すごかったよ。
こんなことってあるんだと思ったもん。奇跡だよ奇跡。スロットじゃない、パチンコの北斗のセブン、ずっとパチンコの北斗のセブンがずっと出っ放しだったの。ただね、昨日はさすがに辛かった。昨日は1万月ぐらいだったので、ヒカルくんが出てるの待ってたのね。もう超眠くて、あの花見の後で隣の台に座ったの。適当な、なんだっけ、ドラセグの、ドラセグとかいうなんかわけわかんない台で適当に座って、ヒカルくんあと30分ぐらいかなと思って1500円回したら出ちゃって、でプラス2万になったから、昨日も3万勝ちかな。ツイッター見てみて。そう、30万いかないぐらい勝ってんのかな。やばいよ。ヒカルくんが引いてたもん。和道さん、郡山の旅お疲れ様でした。うん、のんたん会えてよかったよ。スイカさん、のんちゃんが福島、いや今郡山だけどね。ちなみにまだカッシーニも会うし、全然まだまだあるよ、会うよ。エナタヌも会うし。おー、ありがとう、ハートプレゼントありがとう。うん、音量下がった。いや音量下げたんだけど、小さい、これくらいが適正じゃない。どう、日焼けすごいよ。ほらちょっと分かりづらいかもしんないけど、 ここがもうこっちから真っ黒で、こっちから真っ白。え、たくみさん音小さすぎる、もうちょいでかくした方がいい。どうみんな、バランスよくしたんだけど、音がでかすぎると思って。もうちょいボリューム上げた方がいい？音量。どうかな？ぜひぜひ。OK だよね。小さかったら言って。音下げたんだよ、少し。ちょうどいいよね。セブンイレブンなんか買ってくれやがったな、飲み物。ヒカルくんの配信戻ります。おい、了解です、ありがとうです。スイカさん、ヒカルくん今宮城にいるはずなんだよね。あの実家に帰ってるから。体でかくなったかな、自分じゃわかんないですね。ただ絞れてるはずなんですよね、多分俺の予想。あれだよ、デブなんだけど絞る。今飯食った後だから太ってるけど、体チェックしようか、体チェックしよう。今こんな感じかな、今こんな感じですね、体は。滝のような汗かいたかな。まだ脂肪が。でもまあ、動きやすいっすよ、すごい、今の体。もうちょい絞りたいけど。こんな感じですね。腹は引っ込んだよね、多分。乗っかってた腹は引っ込んだ。レスラーみたいになってるよね。乗っかってないでしょ？だから、ムチッとした筋量も上がってきたかな。まあ、今こんな感じですね。
光くんとの本気のスパーリング見たかった。まあ、パチンコ優先だったね。転んで膝ダバコした。マジで。そうっすね。絞って。まあ、大会まで、飯とか調整していきますね。風船ありがとう。風船ありがとう。愛子さんありがとう。一気に絞り込んでいく感じじゃないか。こっから先は。だいぶ絞れたんじゃないかな、これでも。もうブックブックの水ぶくれみたいな、もう予算みたいな体だったんだよ。もともとは。野田ゾーリとかヨッサンみたいな太鼓腹のだらしないデブっていう、太っ、あの、ガタイのいいデブじゃなくて、あの、デロンとした体。格闘技してたの、ね、大会に出るんだよ。あの、6月10日捨て頃って言ってこれに出るから、これ用に鍛えてるんですよ。タイムシフトにも情報あるんで、もしよかったら見てみて。格闘技の練習、ヒカル君とスパーリングとかやってるよ。うん。デロンデロンのデブが、まあまあ、普通に、デブになったっていう。そんな感じだね。おー、ナウシカさんいらっしゃい。久しぶりじゃね？めちゃめちゃ久しぶりじゃん。元気？風船10個ありがとう、タンチ。風船ありがとう。お、フォローしてくれた人いるね。フォローさん、フォロー、ウイさんフォローありがとう。サンキュー。え、なんでマジで入院よかった。でも退院したんだわ。退院おめでとう。大変だったね。このサムネかっこよくなってんじゃん、ナウシカ。そのサムネのロゴ好きだよ、デザイン。かっこいい。お、ゆめちゃん、こんにちは。ゆめちゃん、風船ありがとう。楽しんでって。風船ありがとう。響きメガネさん、ありがとう。のんちゃん、お風呂？のんちゃん？のんちゃん、お風呂？画質悪い？マジで？え？俺、高画質のはずなんだけど。タバさんマジで？公演ありがとう！公演サンキュー。電波悪いのかな？画質いいはずだけど、俺の放送。マジで？公演ありがとう！ありがとうね、タンチ。あれ？タンチ、リアトするって言ってなかったっけ？画質いいよね。いいよね、大丈夫だよね。探知じゃなかったっけ？郡山にまだリスナーさんいるはずなんだよな。郡山。郡山でしょ？探知。リアドしてよ。一人ずつ増やしていかないと終わんないよ、この旅。おー、ルイさんいらっしゃい。コメントありがとう。いつぐらいがタイミング合うの？いつぐらいが。光るいいよね、画質ね。多分他の配信者に比べて画質は相当いいはずなんだけど。
ステッカーいくら売れたか計算してみようか。ステッカーの販売枚数計算します。よいしょ。はじめまして、もしよかったらフォローしてって。旅配信者です。お疲れー、ブッサーお疲れー。ステッカー400枚持ってきて、関西来るよ。ステッカーを400枚持ってきたんですね。いくら売れてるか、いくらぐらいか予想してみんな。これ1000円支援ごとに1枚プレゼントしてる和道ステッカーです。こんばんは、川田。仕事が忙しくて残業毎日か。そっかそっか。こんにちは。いくらぐらいか予想して、ステッカー売れた枚数。売れたっていうか CM ごとにプレゼントしてるから販売ではないんだけど。和道さんってあの和道さん。あのって言われてもわかんねえな、自分は。多分和道って名前は俺だけだと思うけど。配信者で。いるのかな、他に。他に聞いたことないけど。あのってどの？まあそこそこ有名だと思うよ、配信会では。一般的には全然無名だけど。3万円ぐらい。100枚ぐらい。100万っていくら？ 10 万だよ。今ですね、売れた枚数40枚支援、40枚分支援いただいてるので、4万円になってます。ご支援ありがとうございます。皆さん。これあの次のグッズの代金にするから、これは旅では使わないで、また新しいグッズとか作ります。あ、ヒカルくんとか挨拶お帰り。最近なんかいろいろあった？なんだろう、最近なんかいろいろあったって。この4万円で新しいステッカー作ります。新しいグッズを。ステッカーもう種類増やしていこうと思って。そしたらさ、選べるじゃん、リスナーさんも。どれにしようかなって。一応ね、今作ってるこれが定番にしようと思ってる。基本形はこれ。で、旅用のステッカーにしようか、格闘技のステッカーにしようか迷ってんだよね。俺は今旅を考えてるんだけど、旅用ステッカー。どうかな？旅配信限定っぽいやつ。違う？あ、そう？うん。最近は別にいろいろないけどな。いろいろっていうか、なんか俺、アスペだから含み持たせないでストレートに聞いてもらいたいかも。あの、なんか、ニュアンスは読み取れないんだよね。旅用がいいね。じゃあ旅用のステッカー作りますね。そうだよね。そしたら2枚買おうかなとか、どっちにしようかなって選べるもんね。2つ。2種類。一回東京5月に帰るから、そのタイミングで作るよ。旅用の。ねえ。リアトツ1万人の旅用ステッカー。じゃあ集めたくなるじゃん、リスナーさんは。ニックンバーガーありがとう。アイテムありがとう。サンキュー。リアトツの旅って言って、今こんな感じで旅してます。あの、日本一周しながらリアトツの旅やってるんで、もしよかったら皆さんリアトツに来てください。ねえ、クミタンも早く、ねえ、増やすよ、増やすよ。うん、また来て。じゃあ一旦俺お風呂入ってくるわ。のんちゃんと。のんちゃん今お風呂入ってるから。また後で夕方頃、夕方かも。また後で再開するよ、放送。後で再開します、放送。うん。アイテムくれた人ありがとね。じゃあまた後で会いましょう。フォローしてください。
お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。